タジオの皆さん、こんにちは、浅田真央です。ちょこっとニュース聞いてください。7月に大阪で開催されるアイスショーザ・アイスに出演する浅田真央さんからちょこっとニュースが届きました。私結構海外によく行くことがあるので、海外でもご飯食べに行くところとかすごいそれも楽しみにしていくんですけど、歩いててこのお店でいいかなと思って入ったんですけど、スパゲッティを2種類頼んだんですよ。でいざ来てと思ってあでもいい、とりあえず食べてみようと思って食べてみたんですね。でもなんか麺じゃないって、なんだろうって言ってたら、ズッキーニの麺だったんです。あ、かわいい。ズッキーニも細くした麺 で、でそこのお店はどうもローフードのお店で、加熱をしない料理ばかりが置いてあるお店で、炭水化物食べたいって言って行ったのに炭水化物食べれず帰ってきました。でちゃんちゃんみたいな。ちゃんちゃんみたいな。